こんにちは世界の仕組みを知って楽に生きるメッセージをお伝えしていますまいこです今日は世界は幻想であるとといいううお話をしようと思います以前の音声で話した「4現実はコントロールできない」5「5人生は苦しい」と今日の6「6世界は幻想である」のお話は夢シリーズ3本立てで目的は全て同じです。 何度もお伝えしていますが一般的な本や動画で話されている話は行動のレベルであれ思考や感情のレベルであれこの現実この人生この世界をどうやって自分の都合のよいように変えるかという話です。一方悟りのお話はこの現実この人生この世界もそれを体験していると思っている自分さえも夢だから。 そこでどんなことが起きようとも大丈夫だよという話ですどちらが良い悪いではなくスタンスが違いますそして自我や自分思考や感情といったものは自分の力で消したり変えたりできるものではありません変化するとしたらあくまで自然と変化するものです変えよう消そうと思えば思うほどコントロールしようと思っている自分 コントロールできると思っている自分が逆に強まるというパラドックスをしてくださいでは早速本題に入っていきます世界というのは時間と空間で成り立っていますよねそしてこの世界は時間的にも空間的にも幻想であると言えますそれを説明していきますまず時間の観点ですこの世界には何一つとして永遠不変のものはなく 現れては消えていくという点で目覚めれば消える夢幻想です宇宙物理学でもスピリチュアルの世界でも「時間は「存在しないと」言われて久しいですよね過去とは「今思い出したこと」という意味で現在にしか存在していない。未来とは今想像したこと」という意味で現在にしか存在していない。つまり 実体として過去や未来があるわけではなく過去や未来は幻想であるという例の話です。そしてその話は結局今しかないのだから今にあることが大事だよとか今を生きることが大事だよとか言われることが多いのですがちょっと待ってください。今今だだけけはこのの世界ににに確固たる実体が確実にあるる実実ががあと言えるのでしょうか未来が一瞬だけ今になり 今は一瞬にして過去になっていきますそしたら過去と未来が幻想であればつまり今もまた幻想ということになりませんかさっきまであったものが次の瞬間同じものはなくなっています例えば私の体食べ物を食べたり排泄をしたりして一瞬一瞬変化し確固たる私の体はこれというものはないですよね そして、細胞は約3ヶ月でほとんどが入れ替わるそうです。例えば私の思考。先ほど考えたことは、今思い出さない限りどこかに消え去っています。悲しみやイライラなどの感情も湧き上がってはなくなっています。もしずっと続いているように感じるとしたら、その感情が湧く出来事をその瞬間その瞬間思い出し、その時の感情を感じ直しているだけです。 その証拠に今考えていたことも今感じていたことも一瞬にしてどこかに行ってしまいませんか地震の揺れの最中にも夫へのイライラが止まらなかった仕事で抱えているトラブルが頭を離れなかったという人がいたら教えてほしいですそして人の気持ちも言うこともほんとコロコロ変わりますよね。 もちろん自分もなんですが正義も善も幸せの定義もすべては価値観であり時代や場所や人によって変わります自分を含めたこの世界は必ず変化しますつまりすべてが消えていく夢ということですこれを聞いて悲しいですか寂しいですか私はすごく楽になりました たとえどんなに過酷な現実が目の前に広がっていようともそれは永遠には続かない過ぎ去る夢だということを知ったからです必ず終わりが来る徐々に状況も変化するいいことが続かないように悪いことだって絶対に続かないずっとこの苦しい状況が続くんじゃないかと絶望しなくていいということです ですからどうぞ安心してください。この世界は時間的にも空間的にも幻想ということについて話を続けます。次に空間の観点です。この世界は全ての人にとって同じかったる出来事というものはなく、個人的な体験であるという点で、自分だけが見ている夢、幻想です。物理学でも明らかになっていますが、 全てのものもはエネルギーであり、私たちは見たり聞いたりしたものを電気信号として脳が認識して私たちは映像ととしししててて音声として世界を認識しています。ですから私たちの目の前にある確固たる空間や物質といった世界があるわけではなくあくまでも脳の中でそのように認識しているということです。そののの脳は個別のものですから、 認識したた世界はそれぞれぞ別物になるのも当たり前ですしかも量子力学では全ては可能性という状態で存在していて観測した時点で状態が確定するということすらも突き止めています。つまり観測者によって現実化されるものが違うということです。これを日常生活で分かりやすく説明しますね。私たたちは普段まずこの世界に確固たる空間物質があって そこで起きた出来事が私たちの意識状態を作り思考や感情が起きてくると思っていますでも実は先に私たちの意識状態があって世界はその意識状態を映し出しています言い換えると先に思考や感情といった心があって世界はその心が映像化物質化しているとも言えます自分のことだけを取ってみても同じ本を読んでも どのタイミングで読むかによって印象に残ることが違いますよねましてや人が違えば同じ話を聞いても覚えていることもその後行動に移すことも全然違いますよね全く同じ本全く同じ話であるにもかかわらずです例えば物を片付けて部屋を掃除すると心も整理され人生がうまくいくという本を読んで その方法を実行して綺麗な部屋になって結果心がすっきりしたということが起きるとしますでも実際は本を読む前に物事に対する執着や不要な考えがなくなりすっきりした心の状態ができていてそれがその本を読みその内容を実行に移し片付いた綺麗な部屋という形で投影され映像化物質化したということですもしそうでなければ その本をまず読もうとも思わないし読んでも納得することも行動に移すこともできません以上のようにこの世界は普遍でそこに存在し続ける実態があるわけではなく変化し消えるという意味でも幻想ですし全ての人にとって唯一絶対ではなく個々の心が投影されたものという意味でも幻想です。 もし今お話したことがピンとこなければこう考えてみてください。毎晩あなたが寝ているときに世界は消えてなくなってはいませんか少なくとも寝ていたら世界が存在していることが自分では認識できないでしょうそしてその時あなたの苦しみも消えていませんかそして肉体が死ねばあなたが認識できるこの世界が消えてなくなるだろうと思いませんかそして あなたの苦しみが消えるだろうと思いませんかこれが何より世界が幻想である、現実が夢である証拠です。私はこれらのことを知った時に、心の底からほっとしました。なんだ夢だったんだ。そうか、これは夢だった。これを思い出すと、本当に生きるのが楽になります。イライラしている時、いっぱいいっぱいになっている時、落ち込んだ時に、 そうだこれは夢だったって思い出してみてくださいその時の心の底からホッとした感じその時本当の自分を知っていますコントロールできない現実も苦しい出来事も何一つ変わっていないけど深刻さが一気に吹き飛びます自分はまだできていない自分はまだ知らないだけどいつかどこかで幸せになるいつかどこかで悟って楽になる そうやって時間と空間という幻想を自分自身が必要としていたことに気づきました先延ばしする必要は全くありません本当の自分を思い出した時平安であるためにこの世界つまり時間と空間が必要なくなります夢だと思い出したそのほっとした感覚安心感それは現実を変えることなく今感じることができます 世界は現れて消えていく儚い夢と思っていちいち相手にしない興味を持たないそうやって現実から距離を置いた時に初めて静寂平和安心を感じることができるのではないでしょうかそうやって何が起きても安心と知った上でここの世界ででで生きることは自由で楽ですもしかしたらどうせ全部夢なんでしょ 自暴自棄になったり全てが虚しくなったりすることも起きるかもしれませんでもその時にはまだやっぱり自分がこの世界に興味ありありだしまだこの世界から何かを期待しているんだなってことに気づいてみてくださいさて今日は世界は幻想であるというお話をしましたいかがでしたかもしこの話を聞いてでもこの世界が夢だなんて思えない 夢だと思っても安心なんて全くできないと思ったとしてもそれはそれで大丈夫です。まずは熟睡している間だけは苦しみからも許せないという怒りからもぐるぐる心配してしまう思考からも全て解放されてそこに平安静寂があったことを思い出してみてください。そんなふうに皆さんが少しでも楽になれたらいいなと願っています。 これからもこのような世界の仕組みを音声に上げていくのでよかったらチャンネル登録して聞いてみてくださいね。